松下由紀さんは北海道の寄せ市生まれ、愛知県名古屋市育ちの女優。小学時代は男嫌いの雪というあだ名で呼ばれるほど男子が苦手だったが、中学生になると演技に興味を持ち、映画年の16歳で芸能界デビューを果たす。高校卒業後はダンスに情熱を注ぎ、アメリカでレッスンを受けるなど芸術への探求心を見せる。またジャニーズのアイドルグループ渋垣隊のバックダンサーを務めた経験もある。恋愛面では音楽プロデューサーの小林武史さんとの長い交際と破局が知られている。二人は結婚を前提に同棲生活を送っていたが、小林さんの浮気が原因で関係は終わりを告げた。この破局は松下さんにとって大きな打撃となり、以降恋愛に対する慎重な姿勢を見せている。現在も独身を貫く松下さんだが、その理由については様々な憶測が飛び交っている。一部では過去の恋愛経験が影響しているとも言われているが、松下さん自身は公私ともに充実した生活を送っており、特に大きな問題を抱えている様子はない。また体型の変化についても話題になることがあるが、これは年齢とともに自然な変化であり、健康には特に問題がないようだ。